皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、アクサです。今日はね、コスト600戦に来ました。ダブルゼータね、あの強化できてないんで、ちょうど乗りたかったんでね、ちょうどよかった。前に、ずいぶん前にラックマのね、すまねすまね、与えダメージが2826の火ダメが3520。ありがとうございます。うわよーちきしょ。皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます、アクセスです。前撮ったやつね、ダブルゼータで4落ちしたやつね、あげてるかわかんないけどね、なぜあなたのが喧嘩をちょっとね、自分なりに分析してみまして、おや、もう A に来たのが早いな。まあね、自分なりに分析してみてね、分かったことがあるんですよ。それはね、私はあのゲロミチンパンが足りなかったんだよ。ほら見ろ、ゲロミチンパンで一挙早速落としてやったのね。ゲロミチンパンだよ、ゲロミチンパンで中継回るんだよ。なんか来たぞ、こっち来るか。いや、もうやっぱゲロミチンパンこそが至高でしょ。ゲロミチンパンがね、足りなかったからね、ハンブラビだ。こういう脳みさえのくらいな、さすがに隙は見せない。おー引っ掛け力が高い。ハンブラビはね、使ってた時に思ってたんですけどね、引っ掛ける力強いよね。よっしゃ、ダウンをいただいた。じゃあさよなら、ここを取るぜ。おーその射角はダメなんだよ、その射角はダメ、その射角はダメなんだよ、その射角はダメなんだよ。おーいやいやいやおいおーい、あった、壁に阻まれていく、格闘なぜかっていうか、アクセスくんやめて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 、私はがうわーまだ、まあ、味方も来てくれたぞ。でも片お互いの総力戦みたいになってんぞ。じゃ中継を取らないとな、やめてやめてやめて、どうせゲロミを打つと思ってんだろ、ゲロミを打つと思ってんだろ。この状況じゃ打てねえな、ゲロミチンパンが足りない、ゲロミチンパンしたいんだよ、ゲロミチンパンさせてくれ、やめてくれ、やめろ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 もっとゲロミチンパンが、今落とされるのはゲロミチンパンが足りなかったから見てよ、すぐにゲロミチンゲロミってうぃぃぃこれこそが、これこそがゲロミチンパン、これこそがゲロミチンパン、ダメか、ダメだ、やめてくれ、なんてパワーだ、やめてくれ、なんて火力のパワーだよ、やめて、やめて、つらい、助けて、助けてくれ、ミサイル撃っていく、やめろ、なんか食った、なんか食った、やめろ、格闘でやめた、何が起こったんだ、ジオンって格闘強かったのか。喉が痛えよ、叫びすぎて、まだまだだ、まだゲロミチンパンが足りなんだ、ゲロミチンパンしていきたい、もっとゲロミチンパンをしないと、私まだまだゲロミチンパンが足りないぞ、アクセスくん。さあぽいよ、戦況は拮抗してるな。じゃあ中継行こう、とりあえず中継取りつつ、敵が湧いたらゲロミチンパンですわ。さあ来い、さあ来い、さあ来いよ、来ない、来ないか。じゃあ10番さんがね、 D を取りに来たから、よし、あそこに向かってゲロミチンパンしに行くぞ。5番さんも来てくれた、ゲロミチンパンがやりやすい。さあ見たろよ、ゲロミチンパンしてやりたい、ゲロミチンパンしてやる、どこ行った、どこ行った、あっち行った、あっち行った。じゃあ俺は先回りして止めに行こう。あれは、狙撃機体か、なんてやつか。さあどうする、見張っとこう、見張っとこう。さあ来いよ、ビームライフルに牽制していこう、変形して攻撃してくるか、やっぱりそう、いやー変形しに、よし行くぞ、うわーいかな、
回離れるか。今田さんが押さえてくれてるから俺は離れよう一回。どうしよっかな。中継は取れてるもんね。とりあえず C に向かうか。ダメだ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 。ゲロミチンパンが足りてない、ゲロミチンパンが足りてないぞ。アクセスくん、とりあえず B に向かうか。さあこっち来るか。来ないな。よし今のうちに取っちゃおう。今のうちにゲロミチンパンしていきたいんだけど、ゲロミチンパンできない。ゲロミチンパンさせてくれ。もっともっとね、もっと打って挑発させていきたいんだよ。もっとゲロミチンパンを していきたい。さあ行くぜ。中継は真っ青だ。このまま、あ、2番さんが落としてくれてる。2番さんで急に行こう。まださっきもいるの。ゲロミチンパンしてもらえないよ。獲物はよりどり緑だからね。ゲロミチンパンさせてくれよ。さあ、あー終わっちゃった。でもありがとうありがとう、お疲れ様でした。くそ、ゲロミチンパンが足りねえけど勝てたからね。よしとしよう。ありがとうございました。助かったよ。よっしゃよっしゃ、やっぱ中継は大事だ。中継は大事だけど、もっと大事なのはやっぱゲロミチンパンなんですよ。やっぱゲロミチンパンをしていかないと。良い子のみんなはゲロミばっかり打つというのはやめようね。怒られるからね。日落ちしちまったか、すまんな。ほとんど早めがね稼いだ人だ。ミサイルなんかほとんど当てるやつ。おかしいな、なぜこうなった。はい、ありがとうございました。さて、じゃあ続きはこんな感じ。ありがとうございます。いやー、やっぱゲロミチンパンをもっとしていかないと足りねえよ。いやー、なんとか勝てたけど、勝てたけどなんかすっきりしねえな。やっぱりそうだ、ゲロミチンパンが足りないからすっきりしないんだ。え、もっと中継戦でミサイルを散らして昼身を取って、いざという時にゲロミを使えって。またお会いしましょう。バーイ。